フランス南西部欧州にあるサントマリー大聖堂のレリーフに彫られた契約の箱豪華装飾写本ベリーコーの糸も豪華なる自童書に描かれた契約の箱エリコの占領フラウィウス・ヨセフス著、ユダヤ古代史ジャンフーケによる挿絵エリコの壁項目三章14世紀のアイスランドの写本によるエリコの壁攻略契約の箱は旧約聖書に記されている 十回が刻まれた石板を収めた箱のことである。証の箱、置き手の箱、聖器、約筆とも呼ばれる。ただしユダヤ教、キリスト教において、聖器は契約の箱より、抗議のものをも含む語彙である。神の指示を受けたモーセが選んだベツァルエルが、神の指示通りの材料、サイズ、デザインで箱を製作し、エジプト脱出から1年後にはすでに完成していた。 アカシアの木で作られた箱は、長さ 130cm、幅と高さが、それぞれ 80cm、装飾が施され、地面に直接触れないよう、箱の下部四隅に足が付けられている。持ち運びの際、箱に手を触れないよう2本の棒が取り付けられ、これらすべてが純金で覆われている。そして箱の上部には、金の打ち物作りによる、 サトシ天使二体が乗せられた。モーセの時代に、この中へマナを収めた金の壺、アロンの杖、重回を記した石板が収納される。しかし、ソロモン王の時代には、重回を記した石板以外には何も入っていなかったと伝えられている。荒野をさまよっていた時代には祭司たちが担いで移動させていたが、ヨシュアの時代以降は、主に白の幕屋のイタリ聖書に暗記される。 サムエルを養育した大祭シエリーの時代にはペリシテ人によって奪われるがペリシテ人を最悪が襲ったため彼らはこの箱をイスラエル人に送り返す。またソロモン王の時代以降はエルサレム神殿のイタリ聖書に暗記される。ソロモン王の死後統一イスラエル王国は紀元前930年頃に分裂した。 南のユダ王国は、ユダ族とベニヤ民族から構成されており、北のイスラエル王国は、それ以外の十部族からなっていた。しかし、アッシリア帝国が没興すると、紀元前722年に、北のイスラエル王国は滅ぼされてしまった。その後、ユダ王国は、アッシリアに服属する形で存続していたが、紀元前609年には、エジプトの支配下に入り、 紀元前586年に、ネブカドネツアルによって、エルサレム全体とエルサレム神殿が破壊され、支配者や貴族たちは、首都バビロニアへと連行されることとなった。その際に、契約の箱の行方はわからなくなり、現在に至っている。レビ族は、ヤコブの子レビを祖とするイスラエルの部族の一つである。レビは、ヤコブの12人の子供の一人であるが、祭祀の一族として、 特別な役割を与えられ、継承する土地を持たなかったため、レビ族は、イスラエルの十二子族には数えない。レビ人は、全国に、居住の町を与えられて、そこに住んだ。そして、レビ人は、祭祀の奉仕の報酬として、奉納物の十分の一が、給付された。古代イスラエル王国が誕生すると、神殿が建設されて、レビ人の神殿礼拝は、 政治と結びつくようになる。その後、イスラエル王国が、北イスラエル王国と、南ユダ王国に分裂してからも、レビ人は、ダビデ家に忠誠を尽くしていた。北、イスラエルに居住していた、レビ族は、南ユダに移住し、南ユダ滅亡まで続いた。契約の箱の下部には2本の棒が貫通しており、移動する時には、レビ族が肩に担ぎ、 金や太鼓を鳴らして騒ぎ立てた。しかも、担ぐための2本の棒は、絶対に抜いてはならなかったように、棒を差し込んだまま保管されていた。聖書では、吉野王の時代に関する、歴代死した35章3節の契約の箱の、記述を最後に、比喩的に用いられる以外に直接言及される部分は、なく、失われた経緯についても不明である。このことから、 失われた世紀と呼ばれることもある。現在、正規を保持しているとして、これを数件しているのは、エチオピアだけである。ありがとうございます。